糖質ゼロ目の味噌ラーメンとスーパーで言うとサメの肉食べていきたいと思います。うまっ。普通の味噌ラーメンと変わんないです。うまサメの切り身、人生初めてです。うん、まっ。さっぱりしたブリみたいな感じですね。生焼けだったんでちょっともう一回焼いていきます。今って人類史上初めて痩せなきゃいけない時代なんですよね、よく考えてみると。なんだけどみんな飢餓とか今まで乗り切ってきたから、どうしても本能的に太ろうと太ろうとしちゃうんですよね。飢餓とか飢えで生き残ってきた人たちが、人たちのあの生き残りが僕たちなんで、やっぱり飢餓に強い人間っていうのが淘汰されて今僕たちがここにいるっていうことなんじゃないでしょうかね。ごちそうさまでした。サメはもうちょい焼いてきます。